メタボリックシンドローム。メタボリックシンドローム、とは、内臓脂肪型肥満、内臓肥満、腹部肥満に高血糖、高血圧、脂質異常症のうち2つ以上の症状が一度に出ている状態を言う。日本語に訳すと代謝症候群、単にメタボとも言われる。以前より、シンドローム X、死の死重層、インスリン抵抗性症候群、 マルチプルリスクファクター症候群、内臓脂肪症候群などと呼称されてきた病態を統合整理した概念である。ふう、アメリカ合衆国、日本ではそれぞれ診断基準が異なる。高血糖や高血圧は、それぞれ単独でもリスクを高める要因であるが、これらが多数重積すると相乗的に、動脈硬化性疾患の発生頻度が高まるため、リスク重積状態を、 より早期に把握しようという意味が考えられてきた。このようなリスクの集積は偶然に起きるのではなく何らかの共通基盤に基づくと考えられている。日本では特に内臓脂肪の蓄積による肥満が共通の基盤として着目され、腹部肥満イコール男性型肥満とも言われている上、半身型肥満イコールリンゴ型肥満に対して注意が呼びかけられている。 特に日本人は民族的特徴から米国人よりこのメタボリックシンドロームに悪影響を受けやすいとされる。2008年4月から始まる特定検診制度、糖尿病等の生活習慣病に関する健康審査ではメタボリックシンドロームの概念を応用して糖尿病対策を行うことを目指し40歳から74歳までの中高年保険加入者を対象に 健康保険者に特定検診の実施を義務化すると、共にメタボリックシンドローム該当者、または予備軍と判定された者に対して特定保険指導を行うとを義務づける。5年後に成果を判定し、結果が不良な健康保険者には財政的なペナルティを犯すことによって実行を促す。厚生労働省は中年男性では2分の1の発生率を見込むなど、約2000万人が メタボリックシンドロームと予備軍に該当すると考えており、これを平成24年度末までに10%減、平成27年度末までに25%減とする数値目標を立てている。これにより医療費2兆円を削減する。医療制度改革大綱、平成17年12月1日政府、与党医療改革協議会の数値目標をなぞったもの。 1951年、10部、バーグラは男性型肥満が新血管疾患の原因になることを指摘したが、1981年、ルーダーモンらは正常体重でも、肥満の人と同様に、新血管疾患になりやすい、ムーンブジ人が存在し、これが、コインスリン血症によるであろうと報告した。そして、1988年、リーブンによって、 生活習慣病の三大要素、高血圧、糖体者異常、脂質体者異常がインスリン抵抗性を基礎に集積して、新血管疾患を引き起こすという学説が、シンドローム X として報告され、その翌年に、カプランが男性型肥満を加えて、死の死重層と命名したのを契機に、インスリン抵抗性症候群の研究が盛んとなり、1993年、 ホタミスリジェルが、肥満とインスリン抵抗性の間に炎症が介在することを指摘し、1998年に、フー、世界保健機関がメタボリック症候群有名症で、その診断基準を発表したことにより、メタボとしても一般に知られるようになった。2001年に関弁ナンセップアテッテプブ、診断基準ができて、これが世界的に普及したが、 2004年にリベカーらが炎症マーカーである CRP を診断項目に加えることを提唱し、2005年に国際糖尿病連盟 IDF は腹部肥満を必須項目とするメタボの世界統一診断基準を作成している。2005年アメリカ循環器学会と国立心臓肺血液研究所は IDF 診断基準よりもんセップ ATPE。 診断基準の方が優れているという共同声明を発表し、アメリカ糖尿病学会とヨーロッパ糖尿病学会は、どの診断基準も問題であり、人々にメタボリックシンドロームというレッテルを貼ってはいけないという共同声明を発表した。自覚症状の緩和ではなく、合併症予防に目標が置かれ、動脈効果の発生、進展防止が治療目標となり、 脂肪蓄積の進行防止、解消を目的に食事療法による摂取カロリーの適正化と脂肪燃焼を促す目的での運動療法が基本となる。また、食事、運動といった生活習慣の改善により解消されない危険因子、体糖脳異常、脂質代謝異常、高血圧などに対しては薬物療法を並行して実施する場合もある。また、 喫煙は個別の動脈硬化の危険因子であることが、疫学的に証明されているので、禁煙努力も並行して行うべきとされている。人間ドックなどの健康診断で無自覚のまま、動脈硬化の進行が検査などにより発見されたり、虚血精神疾患や脳卒中などを発症した場合は、それに基づく治療が行われる。詳細は、虚血精神疾患をよ脳卒中を参照。 また、メタボリックシンドロームを予防するために、肥満者の流行を予防することが重要視されている。現在、ボディマス指数、BMI で30以上は、アメリカでは30%以上、日本では3%である。このメタボリックシンドロームに関して異論があり、下に、それを記す。近年、心血管疾患と糖尿病は、肥満の流行する。 先進文明諸国の主要な疾患及び死因となっており、その原因の解明と危険因子の同定のために多くの努力がなされてきた。危険因子の同定が進むにつれて、それらが同一個人に集積する傾向があることが明らかとなり、この危険因子の集積はメタボリック症候群と呼ばれるようになった。メタボリック症候群の主要な基助はインスリン抵抗性、腹部肥満、 炎症と考えられ、他に、食事、喫煙、運動不足、加齢、社会経済的要因、ホルモン失調状態などが考えられる。1981年、ルーダーモンらは、代謝的に肥満だが正常体重、ムーン部の人々が存在し、高インスリン血症と、脂肪細胞の肥大化が特徴であることを指摘し、1988年、リーブンはインスリン抵抗性と、 コインスリン血症、高中性脂肪血症、低 HDL 血症、高血圧が集積して、糖尿病と新血管疾患に至るとするシンドローム X という概念を提唱した。翌年、キャプランは腹部肥満、糖尿病、高血圧、高中性脂肪血症の集積を死の死重層として提唱し、1991年、ディフロンツォとフェラニーニーはシンドローム X と、 同様な概念をインスリン抵抗性症候群と成した。1994年、中村らは、皮下脂肪は内臓脂肪の病的作用に対して、むしろ生体保護的に作用すると考えて、内臓脂肪症候群なる概念を提唱し、1998年、ラマーシュラは、高インスリン血症、アポリポタンパクビー高ネ、スモール電性、LDL の組み合わせを、 アザージェニックメタボリックとライアットとして提唱した。1999年、フーはインスリン抵抗性症候群の診断基準を初めて定義し、メタボリック症候群と命名したが、ヨーロッパインスリン抵抗性研究会、イージアはこれを改変して、糖尿病を除外し、再びインスリン抵抗性症候群と命名した。2000年、デミューラは男性で、 アザージェニックメタボリックトライアットの簡便診断として、高中性脂肪ウエストの概念を提唱し、2001年、ナショナルコレステロールエデュケーションプログラム、NDEP のエキスパートパネルオンザディテクション、エバリエーション、アンドトリートメントオブハイブラッド、コレステロールインアダルト、アッテプブは、腹部肥満、高血糖、高血圧、高中性脂肪、低 HDL の5つの診断項目中3つを、 満たせば、メタボリック症候群とする簡便な診断基準を発表して、これが世界的に普及した。しかし、ムセップ診断基準は、インスリン抵抗性の直接的なマーカーを含まないため、2003年、アメリカ臨床内分泌学会、アッチは、対等脳異常を含み、糖尿病は除外したインスリン抵抗性症候群の主的な診断基準を提唱した。 二千四年、リデカーラは、高感度 CRP が肥満とインスリン抵抗性に強く関連しており、心血管疾患の危険因子としても確立したことから、高感度 CRP をメタボリック症候群の診断項目に加えることを提唱した。二千五年、国際糖尿病連合 IDF は、腹部肥満を必須項目とするメタボリック症候群の世界統一診断基準を 提唱したが、アメリカ循環器学会、AHA とアメリカ心臓排血液研究所、ルビー YDF 診断基準よりモンセップ、診断基準の方が良いという共同声明を発表し、とヨーロッパ糖尿病学会、イースドはこれまでの土診断基準も、症候群と称するに足る、科学的根拠がないので、人々にメタボリック症候群というレッテルを貼っては、ならないという共同声明を発表した。 この声明の中で以下の8項目の問題点が指摘されている。この共同声明が発表されてから現在までメタボリック症候群診断の是非が論争されており、その中でリーブンは ADA と EASD の共同声明に賛成してメタボリック症候群でないと診断された人のうがメタボリック症候群と診断された人よりも 心血管疾患の危険度が高い場合がいくらでも想定されると述べている。グランディはメタボリック症候群は短期リスクを評価するための道具ではなく長期リスクを評価するための道具であると述べているが、サンドストロームらは長期30年コホルト研究でメタボリック症候群はその個々の構成成分以上のリスクに関する情報を与えないと報告た。この論争の中で、 ADA と AHA は、新血管疾患と糖尿病を予防するためにと、題する共同声明を発表し、その中で、メタボリック症候群の診断にかかわらず、その個々の成分と喫煙の予防と治療に努めるように、呼びかけ、欧米諸国に蔓延している肥満に注意を喚起して、生活習慣を変えることを奨励した。2004年頃から、メタボリック症候群に関する多くの疫学研究と、 そのメタアナリシスが報告されているが、メタボリック症候群の新血管疾患発生率及び死亡率に与える相対危険度は大まかに1.5から2.5と報告されている。また、IDF 診断基準が発表されてから、IDF 診断基準と NCEP 診断基準の優劣を比較した報告も多い。2002年、日本肥満学会、JASSO は、 ボディマス指数25以上、内臓脂肪面積100平方センチメートル以上、男女無差別、福井男性85センチメートル、女性90センチメートル以上を、肥満病と定義し、2005年、メタボリックシンドローム診断基準検討委員会は、ジャストの提案した内臓脂肪症候群診断基準を、日本のメタボリック症候群診断基準とした。 この診断基準の問題点を列記すれば以下のようになる。世界ではインスリン抵抗性を基礎とした病態と考えられているが、日本では現在蓄積された内臓脂肪組織は様々なアディポサイトカイン内分泌因子を分泌し、その中のアディポネクチン、レプチン、TNKα、ビスファチンなどの遺伝子発現レベルでの酸性異常が代謝異常を引き起こし、 動脈硬化などにつながると考えられ、内臓脂肪面積の測定によってこの病態が把握できる。とする大阪大学医学部チームの学説がメタボの概念として厚生労働省によって特定検診という実施されている。日本医師会は生涯教育シリーズメタボリックシンドロームで、これが心血管疾患のリスクを35.8倍に するようなイラストレーションを掲載しているが、世界のこれまでの疫学データのメタアナリシスでは、心血管疾患のリスクは平均1.74倍と報告されている。日本の疫学研究では、14年間に及ぶ、久山町研究の解析で、日本肥満学会の診断基準によるメタボリックシンドロームは、男性では心血管疾患の相対危険度が1.4倍であった。 1993年、ホタミスリジェルは肥満とインスリン抵抗性の間に炎症が介在することを突き止め、最近のいろいろな遺伝子操作による動物実験では、身体計測上の肥満や内臓脂肪ではなく、脂肪細胞の肥大化、エシとそれを感情に取り囲むマクルファージ、炎症性細胞の集積が炎症とインスリン抵抗性をもたらし、これが、 メタボリック症候群の病態の基礎となっている可能性が次第明らかにされてきている。内臓肥満や超肥満でも脂肪組織の組織像が正常でメタボリック症候群の病態を伴わない動物モデルや逆に肥満も内臓肥満もないのに脂肪組織の組織像が脂肪細胞の体化、エシとそれを感情に取り囲むマクルファージ 炎症性細胞の集積という肥満症の初見を提してメタボリック症候群の病態を伴う動物モデルが報告されてきている。さらに2006年日本の2つの異なる研究グループは肥満も内臓肥満も,肥満も脂肪細胞の肥大化もないのに脂肪組織の組織像にマクルファージの集積が見られメタボリック症候群の病態を提する動物モデルを報告した。 2007年には、筑波大学のグループが、マウスの脂肪酸延長酵素を欠損させることで、脂肪蓄積があっても、対等脳異常をきたしにくい、動物モデルを報告した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。